どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。ジェリーストロールドコレクション、ジェリーの騙し集っていうことですかね。まあこのコースは説明文に書いてある通り、トムとジェリーを意識して作ったコースなんじゃないんでしょうか。そして制作者さんを見てください。エンジェルルって書いてるでしょ。この方実はテルルさんなんですよ。はっ、今さら天使を名乗ろうったって無理があるぜ。テルルさんよ、君がこれまで僕にどんだけ非道を与えてきたか知ってるかい。この悪魔魔女打天使よ。めちゃめちゃ出てる。まあいいか、本当のことなんだから。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.09%。 そういやさ、調べてもよく分かんなかったんだけど、 USJ のドンキーコングエリアってもうできてんの？2024年の後半に広がるみたいなことは書いてあったんだけど、今少しでもあるんかなと思って。まあ2024年後半に広がるんだったらその時行けばいいよ。おしゃれ、お前が罠に引っかかったみたいな感じになってるのか。ここ隠しブロックあんのね。開幕じゃれ。私正直ですね、マリオに関するキャラクターの中でドンキーが一番好きかもしんないんだよね。まあクッパも好きなんだけど、やっぱでかいやつって男の子好きだよな。このネズコが、何、今回はネズミばっかりしか出てこないみたいな。前回はカメの甲羅ばっかりだったぜ。僕のレパートリーマジでなくなっちゃうって。ここは下に降りてていいの？降りたらちゃーちゃー、降りたら戻ってくる。はい、ただいまからの右に避ける。おかえり。何がエンジェルだよ、こんなコースばっかり作っちゃってさ。どういう経緯でそんな名前にしたか詳しく聞かせてほしいですね。ことの次第ビヨンちゃん、その羽もぎ取るぜ。ごめんなさい。だが今羽がついてるのはこの私、ピオキングだ。そう、世界へ羽ばたキング。この中何があるとかい、不安になって。そこまでだ。お前がそこまでになってんだよ。いやでもすごいねこのコース、マジでトムとジェリーみたいな世界観になってる。トムとジェリーってさ、どっちがネズミでどっちが猫か分かんなくなるときない？トムが猫の方でジェリーがネズミの方だね。だから私は今トムだ。さあジェリー、次はお前がやられる番だ。ジェリー、前が見えるよ、上しか見えるよ。下を隠していいのはパンツだけなんだよ。何言ってんだお前。おすいません、お下品な言葉がお出ててしまいました。このチャンネルはお清くお正しいおチャンネルなんですよ。だから皆さん、お勘違いされないようにお願いします。おパンツじゃん、おパンツじゃねえ、おベンツじゃん。なんていう間違いになってんだよ。おパンツなんて乗りたくねえよ。さあこのベンツは、ベンツどこ連れてってんの、この整備不良者が。いやね、最近ガチで思ってたことがあって、ノコノコカーが主流のトロールコースがやりたいなって思ってるんだけど、そういうのってやっぱ難しいのかな。 3D コース自体が難しいとはよく聞くんですよね。これ絶対なんか出てくるんだろう。おばー、下の土管ばっかり意識してたな。こっちからなんか来ると思ってたんだけどね。ならピョンチを倒して土管は入れそうにない。でこの土管に入っていけばいいのかな。下の土管は意味ないでしょ。ちょ、痛いよ、助けて。ブロックを壊す。さらに溜めた弾を出して一緒に進めば中間ポイントが取れるな。ジュリエット、かかってくるがいいさ。もう絶対お前なんかやられねえかんな。この辺に来るんだな。よっほほほほほ。分かってる分かってる、読んでるよ。今日冴えてんでねえの。え、冴えてるってか。でこの右は、あ、開きそうにないな。じゃあもう一回左に行ってみようか。この跳ねてる砲台は何なんだろうね。当たりますか。当たったら先に進めますか。あのフラワーは罠だと思いきや、取るだけ取ってみようか。取って左に行きます。あー、俺の負け。みんなこの人のことだ。こっから先罠が変わってるかもしんねえ。このピョンチューが面白い動きしてきます。そこだ。やっぱりなんか変わっちゃったね。なんかそんな感じはしてたんだよな。どこで変わるかは分かんなかったんですけど。でここをどうするかよ。右に行くことは間違ってないよな。右に行ってオンオフが変わるから。で当たってすぐ左に行けっちゅうこと。でこっちに進めばいいのかな。で、で、飛ぶ。てかさ、思ったんだけど、今度からはこの制作者さんをテルルさんって呼べばいいのか、エンジェルルさんって呼べばいいのか分かんないよな。ずっとさテルルさんでやってきたから。うん、これはしてるね。そもそもテルルって名前は使い回しが効くよな。何々してるのところに使える。人の名前を使えるみたいで言うな。いや、そういうどうしての、どうして。これ当たっていけばいいんじゃないの。絶対そうだと思うんだよな。でオンオフが変わって、また変わってくれるのか。さあ土管に入っていきますよっと。うん、なんだいここは。何もしないでいいのかな。お、固くなくな、固くなよ絶対で。
いい子だね君は。バネで押し出されると思ったけどそういうわけじゃなさそうだ。うわ、左のピョンチューはめちゃめちゃ嫌な予感がするって。うわお塩やか。オンオフが変わると思うから上に逃げれば問題ないのさ。なんか出てきたね。テレンか、テレンはまあまあいいでしょう。でこのピョンチューを倒しますと。このジーパンの膝の部分みたいなやつ。この人のコースは基本敵を倒しちゃいけないんだろうな。なんて優しい方なんでしょうか。あなんか触れてしまった。これ絶対暴れるだけだろ。やっちまった。ブロックがあったら叩きに行っちゃいたくなるんだよね。その気持ちは分かってくれよ。何この光り輝いてるやつ、これは取っていいのかい。じゃあヒップドロップして、ヒップドロップしてこのドアに入るってか。土管か。土管に入れませんね。分かってるじゃないか制作者よ。この輝きはまるで私自身みたいだということをね。調子に乗んな。お前は錆びたシルバーがお似合いなんだよ。早く右に、早く右に、つらら。出た瞬間すぐドスを倒してすぐ上に行く。これで間違いないのか。頼む、特殊ブロックあって。よっ、期待させんな。ではドスを倒さずにすぐに上に行ってみようか。で中間ポイント頼む、取らせてくれ。ジュリアット、よっ。あとゴールだけだね。何ここ、オンオフしたら何なんだろう。死に耐久みたいな感じかな。これを一発でいけたらすごくないと思ったけどいけませんでした。でもね結構簡単だったわよ。ここでバネをこうして、こうして、こうして、頼む。むずいけどこれめっちゃ面白いね。ここで、オンオフに当たらないようにしなくちゃいけないんだよな。このブロックに、ブロックに当たるとさ壊れちゃうから、もうありへん、ちゃんと仕事しろよ。ここでオンオフする。でもう一回、これで次に進めるって言うもんだろ。規制しか走ってねえよお前は。なにこれ、ナイスラル。こんだけで終わり、マジで死に耐久だったってこと。ふざけるな。じゃああの先どうやって進むんだろうなと思ったら下にワープブロックがあるわ。最初からこっちに行けばよかったな。というか行けるわけねえだろ、普通ドカン入るやろ。これは何、ワンナップ、これも息アップ、こっちはワンナップ。なんで2回目だけ息アップって言ったんだよ。これもうゴールっていう感じなんじゃない。ワンナップはそういう意味だよな。目の前で猫が走り回ってます。もうなんちゃんちょっと静かにしてね、今実況中だから。お前はなんだよ、なんちゃんネズミ帰りを捕まえて。こっちは何、アップトゥー4ジャンプス、4回ジャンプしろっていう感じなのかな。なめてんのか。ここでジャンプ4回ってことはまずくるくるジャンプしてみようか。1,2で敵を出すので3回目でしょ。4回するなっていう感じなのかな。あ、やっぱピョンチューいないわ。あえて4回してみる。5回目か、4回以上すんなっていうことだったんだね。さあ次はなんだ、このハテナブロックを叩いていいのか。無機物、いい仕事をしてくれるな。今のバグじゃないの、ねえバグってルルさんなんじゃないの。お怒りになってるじゃん、許して。敵を出す、でピョンチを倒した後すぐ上に行く、これで問題ない。でオンオフをもう一回しておく。何回もしても意味なさそうだな。でパウ持ってダッシュ板乗っていいのかな。絶対離すなよマリ、絶対離すなよ。いや、これ持てるんじゃない。で、ピョンチュー倒してすぐ土管に行こうか。このハチ公か。分かったよ、これ下に行けばいいんじゃない。下に行ってパワーブロックを投げなくてもいいか。置いておこう、置くことによってパワーブロックを持ったまま土管に入れるというわけですね。で、これは右と左どっちで、鍵を持ってる、左は怪しすぎる、こっちが正解なんじゃないか。なんか変な音楽鳴ってますけど。 UIM ってなんだ。俺が M ってか。そうだったら何が悪いんだ。いや僕 S なんだって。みんなさ動画でド M キング、ド M キングとか言ってるけど、リアルの僕を全く知らないでしょ。リアルの僕はマジでド S なんだからな。もう M のかけらもないって言われてんだからな。どうでもいいんだってそんなことは。でオンオフをしたらどうなる。パックンかピョンチューが襲ってくるよ。ガシガシで、すぐジャンプしようか。あっ、うますぎ。で、このパンを持って、お前もいなくなってしまう。これを
一発でかわしたのすごくない？このダブルパンチをさ。なら下に行き、のバーブロックは左で投げておこうか。この辺だったら大丈夫だよな。でロケットが出てきたね。ロケットで右に行き、のこのロケットを取って土管に入っていこうか。 C ってなんだよ。よくわかったな。僕がビタミン C を先飲んだって。え、これこそトムのジェリーなんじゃない？もうすぐゴールでか。ジェリーさよならだ。ざまねえな、ジェリー。君は何しよっとか。もうゴール近いと合わんだよな。じゃあ右下にワープブロックがなんかあったね。これに入りの次は何を。来た、ゴール。ゴールできるのか。その隙は入れんのか。並べて入れさせてよ。上の土管の方に行くしかねえか。じゃあ土管に入ろうか。チビになってこなきゃいけなかったんだね、あのパックンフラワーで。で今度はあれ、これどうするんだろうな。あ、なんか砲台手に入れたね。手に入れて、あ、オンオフをすればいいっていう感じ。え、全然楽勝じゃん。おいおい、知りたい夢中を食べるな。さあ次で絶対ゴールでしょ。ここでチビになりーの鍵ワープブロックに入る。そうすればゴールができるんだ。お前何邪魔してんだよ。めちゃめちゃギリギリだったな今。いや今回もすげえ楽しいコースありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ張り抜け 10S。 説明文に歩きながらだとやりやすいって書いてるんですよ。サムネを見る感じ、針と地面ブロックが一マスずつ交互に設置されてるんですよ。これを渡れっていうコースだと思うんだけど、一マスしかないからめちゃめちゃシビアだと思うんだよね。でも走らなくて歩けるんでしょ。意外といけるんじゃないかな。みたいなことは思ってるんだけど、そんなことはねえよな。クリア率が物語ってるもん。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.75%。 しかし交互に一マスずつっていうのがやりやすいと思うんですよ。そう、いわゆるリズムゲーだ。リズム天国だ。任せて、私リズム天国は得意ですからね。はいはい。これたくさん走りながらは絶対に無理だよな。はいはいはい。挑戦した僕を褒めて。完全にリズムに乗っていくわ。リズムに乗れば楽勝っていうことを見せてあげよう。ねねねねねねは弱かったわ。 N キャラだね。 S キャラ出していくわ。何がおもろいんこの実況。ねとかとか分かんでさ。もうちょっと真面目に実況しろよ。わかりました、私真面目に乗っていきたいと思いますよ。針の上にな。そっか、一言ずつ喋ればいいんだ。私の名前はマリオだよ。知ってんだよそんなことは。ごめん、ちょっとふざけすぎた。こっから真面目にやっていきたいと思います。んーぱ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 やったー。今日はウンパールーパーが強かったみたいですね。誰もルーパーとか言ってねえよ。いや、こういうタイミングに合わせてジャンプするコース結構好きなんですよ。どうもありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。